どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。魂の海図がついにマックスまで上げることができます。あと1回ですね。あと1回で、マックスになります。最後はここですね。いきまーす。未来は見えている。いやー、本当にね、時間かかりましたね。めちゃくちゃかかった。魂の海図0は 100% ですよね。で、1が 99% です。残りはここ。スタミナの残り3となってます。1回クリアすると4手に入りますので、これで終了ですね。いやー、長かったな。行きましょう。もうね、20時間ぐらいやってる。20時間ぐらいやってるので、どこにどんな敵が出てくるかっていうのが、大体わかります。大体わかる。で、件数ですけども、1万5000点を目指したがいいよっていうふうに言ったんですけども、1万5000点は、最初のうちだけでいい。後の方になると、1万2000点でいいですか。1万2000点あれば、十分です。なのでそこそこ、満遊してから速攻でクリアする、そういうやり方をしていった方が早いですね。とにかく十数分で一周回ってそれを繰り返す、ただただ繰り返すだけです。マジで時間かかりました。こんなにかかるとは思わなかった。サイズ違いが3つあるんですよ。大中小ってあって、サイズが小をいくつかで中に変えて、中をいくつかで大に変えるとか、そういうなんか変換があればよかったんだけども、変換がないんですよね。なので本当地道に貯めるしか方法がありませんでした。よし、とにかく行きましょう。ワノ国はね、ここ一本橋の上を通っていった方が早くクリアできるっぽいですね。この一本橋の方に行くとイベントが発生しますので、そこで進んでいった方が、1分くらい早く行けるのでおすすめです。あとここの縄張りを取って、カイドウと戦っておしまいですね。いや、早い早い。あ、ここいつの間にか俺早くクリアできるようになってんだな。おう、10分全然かかってない。いや、慣れってすごいね。いつの間にかめちゃくちゃ早くクリアできるようになってますね。僕以上の光月おでんは存在しない。 OK、 これでおしまいです。楽にしてやる。おちぎん族余裕。これでようやく魂の海図マックスになります。よし、最後ですね。スタミナ4個出てます。これで OK です。それでは戻ってきました。最後の強化をやっていきましょうか。和の国を開国するんだ。それでは行きます。やっと終わった。これが多分最後だと思います。 100% なるよね。 100% になった。 100% になった。 100% になりますと、レベル24になるっぽいですね。なんか中途半端だよね。うん。あと魂の海図23が残ってるんですよね。23、それで最終的に、どれぐらいまで行くんだろう。もともと18だったもんね。18で、6は3上がるのか。あ、ならば最終的にレベル30だ。うん、30になるっぽいですね。あ、なるほど。最終的にはなんかちょうどいい感じに収まるっぽいね。で、強化して分かったんですけども、レベル18と24では、強さが全然違います。レベル24になると相当強くなる。うん、なんか難易度が1個下がるような感じになるんだよね。で、このレベルって調整ができないんですよね。弱くできないの。なんで自分がずっと強いまんまになってしまいますので、ゲーム自体はちょっとぬるくなる感じです。
なんか難易度をね、超難しいのもう一個上、なんかインフェルノとかそこら辺まで上げれればいいんだけども、多分ないもんね。ないので、真の海賊無双とか昔結構難しかったのが、そこそこ楽になる。まあまあ、全然やられはするんでしょうけどね。そこそこ楽になる感じです。はい。で、新スキルが強すぎる。新しいスキル。星マークの5分の5ってなってるやつ。この新しいやつが、とにかく高性能だね。まずロケットマン。多分これね、移動速度そんなに変わらないと思うんだけど、そこまで変わらない。でも、つけてるとつけてないとじゃあ、やっぱ若干違うので、なんかつけなかったら具合が悪いんだよね。なんか遅いなって思うんだよな。まあそれに慣れちゃったらちょっと、絶対つけなきゃいけなくなるスキルですね。ちょっと厄介だな。で、獅子粉塵か。これも、なんだ、攻撃力が結構上がる。ボスに対しての。あ、そうか。難易度を下げたいときには、スキルで調整すればいいのか。あ、そうだね。弱いスキルをつけていけば、元通りぐらいにはなると思います。そうだ、そうだ、そうだ。まあ、新しいやつがね、とにかく強いので、つけちゃうと、ヌルゲー化します。まあ、これ、獅子粉塵も強いし、ロケットマンいいでしょ？で、これ、衝撃。この衝撃はまだそんな使ってないですけども、おそらく強い。アーマーブレイクした時のダメージが普段でも入るっていうことなので、これは結構必殺技を入れやすくなるんじゃないですか。で、特に強いって思うのが、これ、ヒートアップだね。ヒット数に応じて攻撃力が上昇するんですけども、ほんとね、500ヒットとかそれぐらいで攻撃力が爆上がりするような気がします。なんか、全然簡単に倒せるようになるんだよね。このヒートアップはめちゃくちゃ強いので、ヌルゲー化が嫌な人は要注意ですね。これめちゃくちゃ強い。で、テンションアップね。本気バーストの効果時間延長が、これも、なかなかね、レベル5になるとえぐい。効果がえぐいです。はい。まあ、とにかく、このね、新スキル、ロケットマンと、獅子粉塵と、ヒートアップ、テンションアップか。と、この衝撃かな。は、とにかく強い。やばいぐらいの強さです。で、元々のね、起死回生の体、これもね、多分強くなってる。まあ今、ヤマト万有機をやってて、HP 減ることがなかったんで分かんなかったんですけども、多分これ強い。で、魂の改造2ぐらいで、起死回生の力もレベル5になると思うんですよ。そうすると、それもまたやばい強さになりそうだね。まあとにかく、結構ヌルゲー化しますので、レベルアップする人はちょっと注意してください。レベルを下げる、難易度を下げることはできなくなりますので、まあまあ、無双ゲームとしては面白いかもしれません。はい、ということで今日は魂の海図0と1がマックスまでなりましたので、ご報告でした。とにかく強くなります。レベル18と24では、段違いに強くなりますので、ヌルゲーが嫌な人はそんなに上げない方がいいかもしれません。スキルぐらいでいいかもしれないですね。本当に強くなるので注意してください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。